桜の季節がやってきました。今日は富山県で発見発表された桜のオリジナル品種について詳しいお話伺います。富山の桜博士こと富山県中央植物園企画情報課副主幹の大原隆明さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はピンクのセーターにマスクもピンクですねそうですね、ちょっと桜色で決めてみました今年は開花が観測史上最速。はい、とても早いですね。これは、はい、大原さんにとってはどうなんですか？私にとっては本当にもう焦るばっかりでもう気持ちと体のがこうついていかない状態になってますね、こうやってメディアもいっぱい訪れますしね。そうですね、いつも以上にね、こういうふうな、特に昨年のコロナウイルスの、問題もあったので、特に今年はね、皆さん春を楽しみに待ってる方も多かったと思いますね。日本人にとって桜っていうのはまた独特な花ですよね。そうですね、やっぱり春一番に咲くということで、新しい季節のね、訪れを迎える、それからその出会いと別れの象徴っていうところもありますので、本当に特別な花だと思います。日本中に桜ファンはたくさんいると思うんですが、今日は富山県で発見発表された桜の品種ということで、全部で何品種あるんですか？全部述べにしますと、14種類になりますかね。はい、その中で大原さんが命名にも携わっている品種も多いんですよね。そうですね、おかげさまでというか、私もそうなんですけれども、富山桜森っていうグループがありまして、この方たちの活躍によっていろんなものがこう見つけられてるんですね。でそれを私がお手伝いしているという形です。日本全国でいうと桜って何品種ぐらい見られるんですか？これは全くわからなくて、まだ今もね、研究が進んでる途中の段階なんですよ。なので少なくとも、300、400はあるんですけども、それ以上1000を超えるという話もありますし、知ってるのは神様だけというのが正直なところなんです富山でしか見られない品種ってありますか？はい、富山でしか見られない品種っていうのもたくさんありまして、十数品種あるんですけれども、中には、非常に面白いものもたくさん含まれています。順に伺っていきますが、まずは何からいきましょう？そうですね、桜というのは大きく分けますと、山に自然に生えている野生種、それから人間が作り出したり選び出してお庭で植えている園芸品種というのがあります。でまずその野生種の方としましては、富山県種のレベルでは独自のものはないんですが、雑種、野生種と野生種が掛け合わさってできたものということでは、一つオリジナルのものがあるんですね。はい、腰の彼岸という桜があります。花びら5枚ですか？そうです、5枚で、一見したところはソメイヨシノとね、よく似た風情があります。で花が先に咲いて葉っぱは後で伸びるので、枝全体もこもこって花が咲くところもソメイヨシノと同じなんですね。でこれは一方の親が江戸彼岸っていう桜、これはソメイヨシノと共通なので、その血がね、すごく強く出ていて、よく似た風情があります。ただ咲く時期がソメイヨシノよりちょっと早いですよね。そうですね、腰の彼岸の中にもいろんなタイプのものがあるんですけれども、大体はソメイヨシノが数日早く咲くものが多いですね。これもともとは富山に自生していた品種ですか？そうです、富山県内に金木豆桜っていう桜が、魚津市よりも西側にあります。それから江戸彼岸っていうのは県内全域の川沿いにありますので、これは両方混ざって生えているところでこの雑種ができた、それが腰の彼岸なので、県内のところどころで野生状態でも知られています。今金木豆桜という話が出ましたが、近畿っていうぐらいですから、近畿地方に何かゆかりがあるんですか？そうなんです、これ日本の植物学が始まったのは明治時代からですけども、その頃ですね、京都大学の先生によって京都で初めて発見されたんで、それ近畿豆桜って名前ついたんです。ところが実際の分布は京都っていうのは端っこで、本当は日本海側が中心なんですね。なので一番多いのは北陸地方と山陰地方なんです。花の特徴としたら、はい、これはとても早く咲きまして、富山でも大体は3月の半ば頃、今年はもう3月入るとすぐに咲いてましたね。で萼って言われる花の裏の部分がですね、非常に細長いチューブのような形をしていて、でそこが赤くて、で全体として白い花びらと、赤の鳥寄せがとっても可愛らしい桜なんです。
富山県内どこで見られます？はい、早月川っていう川があるんですが、早月川よりも西側には広く丘陵地帯に入っています。早咲きというとニュースによく出てくるのが河津桜なんですけれども、じゃあ近畿豆桜は早咲きなんですか？早咲きですね。河津桜は伊豆の河津の方ですとね、桜も2月に咲きますが、富山で植えると普通は3月になるんです。なので近畿豆桜とほぼ同じぐらいなんですよね、花の時期としましては。じゃあ桜の早咲きの品種って言ったら、代表的なのが、代表的なのはまず一番よく知られているのは寒枝桜っていうですね、沖縄に咲く桜、これがよくニュースでは日本で最初に咲く桜ということでよく報道されます。でそれからその後ぐらいに出てきますは寒桜、それから河津桜、こういうものがやっぱり伊豆などの暖かい地方で咲き出すのでよくニュースに取り上げられるんですね。で一方で富山になりますと、おそらく富山で最初に見る春咲きの最初の桜っていうのはこの近畿豆桜を見られることが多いと思いますね。じゃあすいません、早咲きがあれば遅咲きがあるんですか？はい、遅咲きもあります。これもね、見られる場所によっても変わるんですね。富山県の場合ですと一番遅くに桜が見られるのは実は北アルプス、はい、標高が高いので雪が溶けるのも遅くて、それで花が咲くのも遅くなるんですが、立山連峰あたりですと高根桜という桜、高根の花の高根、山の高いところという意味ですね。この高根桜というのがだいたい6月の半ばから7月の半ば、もう夏の花見ができる桜なんですよ。で一方で低地、人間が住んでいるところで植えている桜の中では、菊咲きの桜が一番遅くてですね、氷見にある氷見くずろ菊桜って桜なんかはゴールデンウィークになって花の見ごろが来ます。今出てまいりました氷見くずろ菊桜なんですが、はい、これは一見、はい、桜に見えません。そうなんですね。これは花びらが200枚、1個の花の中に200枚もあるもんですから、それでもうボールのような花なんですね、だからこう八重桜って皆さんよく花びらが多い桜言いますけども、もうそれのさらに上を行くもので、菊咲きと呼ばれるものなんですよ。で氷見のくずろ、上くずろっていう地区にあって、でそれでその菊咲きなので氷見くずろ菊桜という名前をつけたものです。これは何年頃に分かった品種なんですか？はい、ですね、これはですね、2007年に学会で発表して2008年に名前をつけたものですね。名前をつけたのが大原さんということなんですね。はい、そうですね。これは花びらがたくさんあるからピンクが濃く見えるのか、それとも花びら一枚一枚がちょっと濃いんですかね？これもともと花の色、花びらそのものの色が濃いんですよ。なのでね、非常に華やかに見える桜です。これ多分皆さん、あ、桜だって思わないでしょうね。そうでしょうね。初めて見られた方は何だろうなと思うと思いますね。では剣織と菊桜、これまた可愛らしいボールのような形をしていますが、はい、これは何でしょう？これもやっぱり菊咲きのものなんですね。で菊咲きで花びらがやっぱり200から250枚あります。でさらにこれ本当にね、整ったボールのような形になりまして、あと花びらの縁に細かい切れ込みがたくさんあるので、パッと見たらね、カーネーションの花を思わせるようなね、そんなこう華やかさがある桜です。思いました。本当一瞬花びらの先端がちょっとギザギザでカーネーションのようなんですよね。これ直径どれぐらいですかね？そうですね、直径 4.5 センチから5センチぐらいですかね。じゃあピンポン玉ぐらい？まさにそういうようなイメージだと思います。これが剣ですから上市町ですね。そうです、剣岳の方に登っていく集落の横行く途中の折戸っていう集落がありまして、でここにずっとその古い古木があったものということで、剣織と菊桜という名前をつけています。県内でもそんなに見る品種ではないですよね。そうですね、これその原木が1本ありまして、でそこから増やされたものが数本ところどころに植わってますね。他の県でも見られますか？今のところこれ県外の方にはまだ出ていませんので、富山でしか見られない桜です。貴重ですね。
アルピニストの憧れの山、剣ファンも多分、はい、魅了されるんじゃないですか、ね、そうですね、うん、ぜひねこれ見てもらいたいところですね。4月の一番最後から5月の頭にかけてゴールデンウィークの頃に見頃が来る桜です。さあ続いても菊咲の桜ですが、これ上京寺手まり桜といいまして、小矢部市の上京寺というお寺に伝わっている桜なんですね。で本当これは山桜っていう野生の桜が突然変異を起こして菊咲きになったもの、うん、純粋な山桜の菊咲き品で非常にねこれ可愛らしくて品がある、うん、でお寺の方では昔からこれ手まりみたいな花が咲くんで手まりの桜って呼んでたので、お寺の名前とその名前を合わせて上京寺手まり桜という名前にしたんですね。こちらも大原さんが名付けられました。いや菊咲きって言っても本当に全然違いますね、見た目で。そうなんですよね、うん、いろんなこう花びらの枚数の違いがあったり色が違ったり、はい、またその同じ、ね、花びらがたくさんあっても形も変わりますのでとイメージは変わると思います、ただ菊咲きっていうものがその富山のオリジナルの品種の中では非常に多いっていうのが、うん、やっぱり富山の特徴の一つなんですよ、うん、でこれよくね昔は菊咲きのものは石川県ですごくよく知られていまして、で石川県の千倍特許のように言われたんですけれども、実は2007年それぐらいからですね富山さくらんぼりの会の方たちが一生懸命その自分たちで守るものは何を守ったらいいんかってことで調べてるんですよ。でどこに何があるかってことを調べてる中で、いや実は富山にも菊咲きはたくさんあるよってことが分かってきました。で今はね全国的にも富山石川この北陸2県がこの菊咲きのメッカということで知られるようになっています。どうしてなんですか？これ全く分からないんですよ。理由はさっぱり分からないんですけれども、うん、まあなんかこう菊咲きになるような遺伝子がたまたまこの辺りにあるんじゃないかなとは思うんですけども、うん、それ以上のことは誰も分からないんです。北陸日本海側っていうんだったら分かるんですけど、石川、はい、富山ですから、これはなんか加賀藩が影響してるのかなんか、でも歴史的にはそんなに古くはないんですか？ね、一番古いものは多分樹齢300年って言われるようなものもあったりするので古いは古いんですよ。ただ人間が作ろうと思って作れるものではないので、これも自然の力の何か突然変異が起こったとは考えられないですね。でそういうことが起こってしまう要因が何なのかということは分からないので、おそらく加賀藩の関係というよりは、なんかこう自然の状況によるんじゃないかなと思うんですね。それこそ先ほど言われた神様のみぞ知る、まさにその通りなんです。さあ続いては、はい、次は松鳳寺菊桜というやっぱりお寺の名前なんですが、こちらは高岡市の伏木、ちょうど二神山に登っていくその入り口のところにあるお寺さんの敷地の方にある桜なんですね、うん、でやっぱりこれも菊咲きで花びら100枚前後で、霞桜と山桜という野生の桜が掛け合わさったものが突然変異を起こして菊咲きになったものです。これはですね、花びらの枚数が、はい、まあ、100枚ぐらいなんですけども、うん、割とね花も小さいんです。ただ本当に綺麗な白で、ほぼ満開の時はほぼ白色になって本当に清楚な可愛らしさがあります。ですね、白いんですよ。白いからこれも桜なんだと思ってしまう、ね、品種ですね、はい、あとねこれめしべがとっても数が多いというのが特徴で、普通の桜は1個の花に1本しかめしべないんですが、この桜は多いと10本近くのめしべが出るっていうね、ちょっと変わった特徴があるんですよ。そういう意味でもね、いろんな突然変異を起こしてできたっていうすごくね遺伝的な材料を調べるような材料としても面白いものではないかなと思いますね。こちらは高岡市伏木一宮の松鳳寺に行ったら見られる。そう、松鳳寺のその上にあるお墓の近くの路傍にあるんです。はい、これもそうですね、ゴールデンウィーク入る頃に満開が来ますので、うん、まあ、今年の気候だと、ね、もしかしたらもうちょっと早いかもしれませんけれども、ぜひまたねご覧いただければいいなと思います。続いても菊咲き系なんですが、本当に多いんですね。そうなんです、本当に富山はね菊咲きがやったら多くて、本当に面白いところだと思うんですよね。でこの島町菊桜、これは島町神社という神社が上市町にありまして、そこの神社さんに植えられているものなんですね、うん、
でこれは花の色が氷見くずろきく桜よりも濃いぐらいじゃないですかね。非常に花の色が濃いのでとっても豪華な雰囲気になります。枚数はこれはやっぱり200枚前後ですね。こういう枚数ってやっぱり、はい、研究しておられる大原さんたちが一枚一枚数えるんですか。そうです、本当に中のちっちゃいものまで、もうピンセットでつまみながら数えるんでとっても疲れますね。いやでも何枚ほどあるのかなっていうので大変だけど楽しいんじゃないですか。そうですね、あこんなにあったんだってね、こう数えた時ちょっと面白かったりしますね。じゃあ今のところ枚数、花びらの枚数で一番多いのは、はい、富山の場合ですと氷見くずろきく桜か、うん、この島町きく桜あたりかなとは思うんですけどね、お隣石川県の方にある日踊り桜っていうのが世界で一番多いって言われてまして、はい、こちら600枚に及ぶって言われてます。ちょっと待ってくださいね、この島町きく桜の、花でさえもうこれ以上の花びらはっていうぐらいの量なんですが、はい、この倍ってなるとどれぐらいなんですかね。もう本当に600枚だとね、こうなんていうんですかね、本当にボールそのものですすごくね面白い形になるんですけどね。さあ続いてもう花びらの形が全く違います。ちょっと細いですね。そうなんです、これは今小林さんが言われた通りで、一番の特徴は花びらがすごく細長い、もしかしたら全ての桜の中で一番花びらが細い桜かもしれないですが、これが名前の方がですね、入善乙女菊桜という名前です。これもやっぱり菊咲きなので花びらは100枚ほどなんですけれども、花びらが非常に細長くて、で色もねすごく優しいピンク色なんですよ。乙女のような優しい雰囲気があるということで、入善町さんの方がねこの名前をこう考えられて提案していただいているんですよ。で、入善にあって乙女のような雰囲気の菊桜ということでこの名前があるんですが、今までご紹介してた菊桜、菊咲きのものは全部こう植えられているものが見つかったものなんです。ところがこの入善乙女菊桜は野生状態で見つかったものなんですよ。だからそういう意味でね非常に貴重なもので、入善町に国の天然記念物になっている杉沢の沢杉っていう林があります。でその林の中にある杉の枯れた木の上にちょこっとこう乗っかって生えているという、そういうものが見つかったものなんですよ。でそれを原木として、そこから今入善高校の学生さんがバイオの技術によって新しい株をクローンを作って、それをね苗を作って入善町の方でところどころこう植えたりもされていると聞いているんですけれども、非常にね可愛らしくて、しかも学術的にも貴重なものなので大事にしていただきたいものだと思います。こうやって見てきますと、この植物樹木の突然変異、こう命のつながっていくその過程を私たちは美しい花として見ることができる、これってなんかすごく神秘ですね。そうですね、すごくね本当にその今小林さんが言われたようなこう植物のね生き様というか、そういうものなんかとか、こうどうやってね新しいものができていくんだっていうのを目でこうね楽しめるっていうのはすごく面白いと思いますし、また栽培品種っていうのは基本的にはそこからクローン接ぎ木っていう技術を使って苗が新しいのが作られて、で植えてっていうことで継がれていきますっていうことは、今私たちが見ているものと、例えばこれが300年400年経って接ぎ木で増やされたものっていうのは全く同じ遺伝子を持ってて同じものなんですよ。なのでもうタイムマシンのようなもので、こう人間は接ぎ木をすることによって全く同じものを時間や場所を超えて見ることができる。なのでね、桜の園芸品種っていうのは私はよく言うんですけども、もう生きた文化財なんですね。だからこう今の人間、それから過去の人間が園芸文化として楽しんだものをそのまま次の代に引き継ぐためにもですね、そういう追記の技術なんかを使って大事に伝えていくべきものだと思いますね。一方で私たちが今目にしているさまざまな品種は、例えばじゃあ今から500年、1000年前の日本人は見て
いなかったということも言えるわけですよね。そうなんです、ね、例えば代表的なソメイヨシノですね、はい、ソメイヨシノなんかはおそらくできた記録は残ってないんですけども、うん、いろんな状況から1700年代の半ばにできたもの、うん、でそれが江戸時代を細々と江戸にあって、で明治になってから爆発的に増やされて全国に植えられたということですね。なので私たちがお花見というとソメイヨシノのイメージなんですが、うん、江戸時代の中期以前の人間は全然ソメイヨシノを見たこともない人ばっかりだったんですよね、うん、ですから、今から100年後200年後の日本人が目にしているまた新しい、桜があるかもしれませんし、この歴史であったり日本人の文化考え方っていうものもソメイヨシノなんていうのは本当に歴史とともにある桜ですもんね。そうだと思うんですよね、うん、だから本当にその今のソメイヨシノっていうのはもうまさに私たち今の現代人のその思考とかその園芸に対するねその見方っていうのを代表しているものなんですね、うん、でこれがまた次の世代にこうだんだん時間が変わると、はい、その先の人はああこういうものを昔の人はこう園芸文化として好んでいたんだなっていうことをねそのままこう伝えられるか、それとももうその頃に新しいものが出てきてもうソメイヨシノというのは過去のそういう、こう証拠っていう形で残ってるかもしれないですね。では最後に大原さんが一番最近、まあ、研究発表された新品種を教えてください。はい、これクレハ乙女しだれという桜なんですけれども、これ実は学会発表はもっと前にしていたんですが論文の方ですね去年それが発行学術誌の方に載って発行されまして、で新品種ということで正式になったものです。でただ去年はね、まあ、このコロナウイルス禍の関係で発行が遅れてもう花が終わった後だったんですね。でそれで今年の1月 の, 当園の研究発表会のところにそれは皆さんの方にこういうものがありますってことでお知らせをして広くね知っていただけたかなと思っているものなんです。クレハ乙女しだれは富山市北台のクレハ山公園で見ることができます。しだれ桜ですのでこれまた美しいですよね。そうなんですよね。で本当にね青空、お昼は青空のところでこうピンクのかなりねこうしっかりしたピンクなのでもう色のコントラストが本当綺麗なんですよ。で桃を思わせるようなすごく華やかな色でしかも優美な姿なんですね。それで呉葉山公園にあるね呉葉がしだれてるでしだれで乙女というのはこの場合は呉葉山公園のちょっと離れたところに万葉の歌碑がありまして、大友のやかもちが歌った春の園紅に酔う桃の花仕立てる道にいでたつ乙女っていう歌があるんですよ。でこの雰囲気はとってもよく合うもんですからそこから乙女をいただいてつけた名前なんです。新品種だなって大原さんは常にあっちこっちをこの春先に歩いて見て回ってるんですか？そうですね、割と回ってますね。で本当でもこれ出会いのもので、まあ今までお話したようなものは大体はねいろんなそう情報があって、はい、見に来てっていうことで言われて見に行ってみるとっていうこともあります、うん、それからこの呉乙女しだれの場合はここは江戸彼岸がたくさんあって全国でもね江戸彼岸のお花見としてすごく貴重な場所なんですよ。でそれをたまたまちょっと写真を撮りに行こうと思って行ってあれなんだろうっていうのに気づいたもんですね。本当こういうのに出会うっていうのももうすごく運というかですねもう出会いのもんだなと思います。でも新しい品種との出会いっていうのは、はい、やっぱりこの花が咲いている時なんですよね、はい、そうですね、まあ、葉っぱの時でもねそういうこともあるんですけども大体やっぱ花が咲いている時にですね。じゃあもうこの時期本当お忙しですね。そうですね、もうバタバタでもう気もそぞろな状態になってますね。クレハ乙女しだれは大体いつぐらいが見頃ですか？はい、これ大体ソメイヨシノとほぼ同じなんですよ。で夜どれぐらいの状況になってるかなと思って見に行ってましたら、はい、もうよく咲いてましてしかもライトアップされてるんですよ、はい、なのでね前面にここ実は池がありまして、うん、その池にこのしだれの桜がぼーっとこう映る形で非常に美しいんですよね。大原さんこの時期睡眠時間少ないでしょう？そうですね。でただでさえね忙しいのに加えてもう気持ちがねやっぱついていかなくてもうなんか興奮状態に寝れないような場もありますね。いやライトアップがまた美しいし、はい、一本なので、はい、有限ですね。本当有限ですね。
でこの背景の方にねちょっとあの暗くて分かりにくいんですが、はい、江戸彼岸の木もたくさんあって、それがほんのりこう白くこう見えて、その中にその一番手前にこの呉羽乙女しだれがふわっとこう浮かび上がってるんで、本当に綺麗な姿にちょっと感動しました。あ、そうですか。さあ、そして大原さんが勤めていらっしゃる富山県中央植物園には何品種何本の桜があるんでしょうか。はい、品種と野生種を合わせて120種類480本の桜があります。じゃあいつからいつ頃まで楽しめるんですか、ね、はい、一番早いものは寒桜というものがですね、早いと2月から、遅くても3月の頭から咲き出しまして、最後はですねゴールデンウィークが終わる頃まで菊咲きのものが続きますので、本当にかなり長い時期にわたって見ることができます。なんといってもソメイヨシノのライトアップ、こちらは県外の皆さんにもぜひ足を運んでもらいたい見応えのあるライトアップですよね。そうなんですね。これうちは大きな池があるので、はい、もう風がない日は池に鏡のように映るのでですね、多分全国的に見てもかなりこうなかなかない貴重な美しい姿が見てもらえると思うのと、はい、あとお昼もね立山連峰雪の銀の山をバックに桜が咲きますので、ぜひこれはもう全国の方に見ていただきたい桜です。富山県あっちこっちお花見巡りたいなと本当に思いました。今回は富山県で発見発表された桜のオリジナル品種について、富山県中央植物園の桜博士こと大原孝明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。